私、川崎宗則、野球選手、皆さんに重要なお知らせがあります。私、川崎宗則、プロ野球選手なんですけど、YouTube を開設したいと思います。チャンネル名は、宗ちゃん、宗ちゃんです。いつも宗ちゃん見てるよって、宗ちゃんで並べていきたいんで、宗チャンネル。何を回したいかというとですね、実はね、相談したんですよ、ダルビッシュ有君に。彼が YouTube チャンネル野球選手初めて、彼がやったんじゃないかな、彼に相談して、パイオニアですかね、野球選手。じゃあ皆さんぜひやってくださいということで、彼からの後押しもありました。そうですね、まあ、やりたいこと、もう何一個やるならば、実は僕ベースやってたんですね。もう一回ベースを買いに行きたい。また音楽ベースを買いに行きたい。買いに行ってバンドを組みたい。宗ちゃんバンド、そういうのもやりたい。野球はね、野球どんどんお願いします。どうか、まあ、一応僕ベースなんで、ベース以外のギター、ドラム、あとボーカル、ボーカル僕してもいいんですけど、どうしようかな。いっぱいやりたいバンドあるんですよ。グレイが大好きなんです。アボーユやりたい。アボーユやりたい。あるんですよ、グレイファンの皆さんが知ってる。アボーユあるんですよ、わかる。アボーユってあるんですよ。そうあるんですよ。アボーユやりたいの、とにかく。もう宗ちゃんなんで、もちろん野球のこともやりますんで、多分野球を見てくれてる人がたくさんいると思うんで、野球のことも、どんどんやっていけたらいいなと思います。一応宗ちゃんですから、今年の川崎さんの予定みたいなのは、うん、今年はですね、今のところ僕チームまだ所属してないんですね。なので今年どこかでチームを所属しないといけない。で、宗ちゃんとしてはその試合も、試合前のルーティンとかそういうのも、どんどん出していきたいなと。どういうものを朝起きて食べて、試合前何時間にウォーミングアップしてとか、そういうのもね、見せれたらいいと思うので、とにかく契約しないといけない。どうかこのチャンネルを見てるチームの皆様、どうか契約してください。契約して、この宗ちゃんで広めますんで、本当お願いしますから、チーム今待ってる状況です。ぜひ契約を、まだ動けます。このチャンネルではまずアピールからなんで、まず野球のトレーニングのからどんどんアピールして、どうかチームの人契約ください。ここに連絡してほしい。そして試合にね、じゃまず出ないといけないんで、試合出たいですね。実は僕、鹿児島県姶良市というところで生まれました。お父さんとお母さんから愛情をたっぷり注がれて、3人兄弟で、上がお姉ちゃん、お兄ちゃん、僕の順ですね。一番上のお姉ちゃんは、清美姉ちゃんといってね、そっから説明する。清美姉ちゃんは本当に、A 型なんですけど、コツコツ、真面目なタイプ。で、お兄ちゃんの影響で野球したんですけど、お姉ちゃんは野球はしてません。お姉ちゃんはバレーボールとテニスしてました。お兄ちゃんは野球やってたんで、お兄ちゃんの影響で川崎宗則野球を始めました。鹿児島工業高校というところに行きました。それは工業の電気科に入りましたね。その電気科に入った理由としては、家が川崎電気工事、電気屋さんだったんですよ。電気を売るんじゃなくて電気の工事の方なんですよ。それだったので、僕は鹿児島工業で野球と電気の勉強をして、国家資格も取りました。なので僕は川崎電気工事第2代目の社長として跡取りとしてやってた予定だったんですけど、もう物の見事に予定変更ずれまして、当時福岡ダイエーホークスがなんとドラフト4位で指名を受けました。そこから始まりましたね、激動が。大変でしたけど、21年目、 YouTube も一緒にやれるということで、また新しいこのチャレンジなんで、まあ、そんな力んではないんですけど、僕らしく僕の全てをゆっくり見せれたらなと思いますので、実は野球も好きなんですけど、他のことも結構好きなことが多いので、皆さん野球もちょっと教えてくれよって、野球なんだよって言う人もいるかもしれないですけど、それは本当にごめんなさい。本当に気ままなチャンネルで、宗ちゃんは野球のことも やりつつの、僕のこう思ってることも宗ちゃんに言えたらなと思います。どうかよろしくお願いします。